帰ってきましたね、はい、オープン戦とはいえマリーンズこれはいい試合をしたいですね。そうですね、新生ですからね。広岡さんなんか緊張してましたよ。今日はやると思いますよ。というマリーンズ先発のマウンドには去年肘の故障に泣いた小宮山が上がりました。その小宮山、しっかり肘の調子はいいようです。この時期にしてはボールのキレが良かったという通り、3回で4奪三振を奪う力投、エース勝田。さて一方ヤクルトは10年目のベテラン36歳の宮本が先発。ロッテの金田に助けられたものの5イニングを投げて1失点とこちらも上々の仕上がりのようです。さて怪我の古田に代わるヤクルトの正捕手争い、今日マスクをかぶったのは野口。今日は4人に走れましたが2人をセカンドで刺し、打っても2本ヒットを放つなど首脳陣に大きくアピールしています。さてゲームの方ですが、4回ランナーを2塁1塁に置いてドラフト3位ルーキー稲葉が打ったこのタイムリースリーベースヒットで先制したヤクルトが千葉ロッテを下しています。この試合5回にヒヤリとするシーンがありました。武藤が投げたスライダーのすっぽ抜けが池山の頭部を直撃。しかし幸いにも軽い打撲ということで明日からのゲームには出場できそうです。ゲームは4対1でヤクルトが千葉ロッテを破っています。ゲームでしたが豊田さん、はい、ヤクルトは宮本健二が非常に良かったですね。サブマリン復活という感じで変化球それから落ちる球、これがなんかうんと良かったですね。苦しい投手陣の中で今年は頑張ると思います。それから飯田が良かったです。飯田の健在な部分というのはですね、ホームランが今年は減ると思うんですね。ちょこまかした野球になると思いますので、飯田が頑張ればその分扱うと思います。それからあえてロッテと言いますと小宮山のピンチになった時のピッチングですね。これが鋭い変化球、そして配球、気迫、この辺がエースの自覚十分と感じました。千葉ロッテ打てませんね、問題ですね。ちょっとそうですね、もうこれは大変ですよ。こう練習今頃やったらいいのにと思うんですがね、そういう意味ではね、あんなに打てないとなんか順位予想で下の方に定着しちゃうんじゃないかと思って心配してますよ。神宮で行われたヤクルト横浜、まずこのシーンからヤクルトの池山が4回の守り横浜飯塚と接触し足首を捻挫、そのまま退場というハプニングがありました。検査の結果は全治2週間。今年のヤクルト不安が募ります。ゲームはベイスターズが近藤監督の掲げる足を使った攻撃力でまず初回に春石井の1番コンビダブルスチール、3回にも万栄が2投をあっさりと決め、今日は合わせて5つの盗塁を成功させゲームを優位に進めました。一方のスワローズは1番飯田が大当たり、今日は2塁打3塁打を含む4打数4安打を記録し、スワローズの切り込み隊長健在をアピール。古田そして池山の怪我と悩みが増えるばかりのスワローズにとっては明るい材料となりました。が支えかれている吉井の意味深な行動、やはりそうなのでしょうか。近鉄先発はローテーション入りを目指す入力でしたが、リズムに乗る前にバックが足を引っ張ります。そして入力自身追い込んでも勝負球が甘くよくありません。池山の怪我でチャンスをつかんだルーキーの宮本にタイムリーを許すなど先発合格とは言えない内容。またローテーションの柱として期待される高田が初登板、2イニングスで1点奪われましたがカーブをうまく使ってかわすまずまずのピッチングでした。一方自慢の池前打線はヤクルト先発伊藤明光の緩急をつけたピッチングに5回までヒット2本と翻弄されっぱなし、鈴木監督のイライラが募ります。そのボスのイライラに発奮したのかブライアント、強風を利用した技ありのツーベースでやっと1点、9回にも1点を返しましたが、お天気同様寒い内容でした。僕の目が光ります。今日も2番のイチロー、まずは俊足を生かしショートへの内野安打。7回にはこの回先頭の1番田口がライト前ヒットで出塁すると、イチローも負けじと左中間を破る鮮やかなツーベース。オリックスの若手1、2番コンビが大活躍。結局イチローは 4-2、 オリックスが勝ちました。敗れた霞ヶ浦球場はオープン戦中日ヤクルト戦ですが、ヤクルトの先発が前回神宮でちょっと良くなかった石井の先発でしたね。やはりね、石井の場合にはコントロールですからね、はい、そういう点では今日はストライクは先行したし、フォアボールも1個だったですか。良、ね、かったです ね、 そ, うですね。その石井のマウンドからまずはご紹介したいと思います。それにしましても今度は3番4番5番、大砲、ホール、パウエル完全に抑え込みましたね。やっぱりねストライクが先行するっていうことと、やっぱりどうしても荒れるっていうイメージがあるから、
まあ、そういう点ではね、はい、石井はコントロール良かったんですよね。だけどやっぱり球威あるし、やっぱりイメージとしては荒れるっていう気があるから、やっぱり打ちづらいんですよね。今日は先へストライクを取るというピッチング内容、野村監督もこの間のお説教が効いたから今日はまずまずだとお褒めの言葉が出ました。結局石井はヒット5本、フォアボール1つ、三振1つ、前半にホームランを打たれましたが、アウトのうち実に内野ゴロが9つという内容で6回を1点で切り抜けています。一方のドラゴンズの先発菊山田なんですが、まず初回です、いきなり飯田橋上にヒットを2本続けられました。ワンアウト2、3塁でオマリーに、いきなりこれシンカーでしたか。外のね、いい球なんですけど、これだけね、右バッターに右に打たれて、左バッターに左に打たれるっていうのはね、もうピッチャーとしては商売上がったりなんですよ。ここをこれだけ見事に打たれるようではね、やっぱりピッチャーの迫力が打者に伝わってないっていうことでね、まあ確かにフォアボールは少なくて、いいピッチングとは、僕はフォアボール少ないからっていいピッチングとは言いたくないんですよね。やっぱり僕はもう少しね、聞くには躍動感があって、やっぱり球のキレがあって、どこに来るかわからない小気味よさっていうのはやっぱり出さないときついですね。それ以降、2回以降はきっちりと抑えたんですが、ちょっと課題の残るピッチングだったかもしれません。さて、それから打線の方なんですが、終盤に来ましてホール、それから大砲と打ちました。まあ、これはやっぱり持続通りというかね、ホールはやっぱり向かっていく迫力あるし、甘い球くれば打てるし、まあ、まして大砲ぐらいのホームランバッターにね、カウント悪くすればやっぱりヤクルトのピッチャーも打たれて当然ですよ。カウント取りに来る球はやっぱりいいバッター、特にホームランバッターは逃しませんからね、そういう一発ですよ。結局大砲は8回ですが、ワンストライクスリーボールから岩屋詰まっていたというものの、第2号のオープン戦のホームランを打ちました。結局この出てきましたよ。そうですね、はい、後でご覧いただきたいと思いますが、まず試合の方をご覧いただきましょう。さて、3回、スワローズ2アウトから飯田がヒット、悪送球で2塁へ進んだ後、2番の真中がストレートをライト前に運びます。先制タイムリーヒットです。1点を取られました、ライオンズ先発の各、これが初登板ですが、4回ワンアウト、5番のミューレンを迎えるところなんですが、まあ、今日の各はどうですか。あのね、さすがベテランだからうまく仕上げてきてるなという感じを受けるんですよね、はい、うん、だけど強いて言うと勝負どこのコントロールがちょっと足りなかったかなという感じが受けますね、はい、まあ、それともベテランらしい味はよく見えてましたよ ね、 ね、だんだん良くなりますね、これは。そうですか、はい、まあ、結局ミューレン引っ張る後、ドバシをサードゴロ、稲葉を三振に切って取ります。値段の味を見せました。追加点を与えません。各5回4安打1失点、まあまあかな、まあ、思い通りに来ていますという話をしていました。さて、スワローズお待たせしました。先発は注目のサウスポーの山部ですが、これは4回、まあ、佐々木にカーブで、ね、こ う、 うまくファール打たしたり、はい、いいピッチングでしたよね、このカーブが、ね、コントロール良くなりましたね、はい、でこのカーブの後にまっすぐがぐんと伸びてましたから、これは左バッター打ちづらいですね、はい、ライオンズの打線もちょっと今日は手こずってましたね、はい、手こずりましょう、これね、まあ、しかしこの清原当たってはいないんですが、レフト前、三遊間破りますが、真ん中の高めですか、はい、これ打てなかったら頭使っちゃいますね、はい、この後ジャクソンフォアボール、トゥアウト二塁一塁のピンチ、山部バッター鈴木というところですが、打って、うん、セカンド土橋がなんとか取ります。山部踏ん張りました。さあ、そしてなんとか清原打ちたいと言っていた山部なんですけれども、これは3回目の対決、カーブから入りました、このカーブがね、実にキレがいいんですよね、そして2球目もカーブ、これはね、ボールに見えます、バッターはアウトコースのボールに見えます、そして3球目ストレート、ストライク、これ左ピッチャーの決め球なんですがね、ナイスボール、こういうふうないいコンビネーションだとやっぱり、ゲームを知ってますね、これはね、非常になんか怖いピッチャーになりましたね、はい、山部7回を投げて95球5安打4三振失点0、いい手応えでした。隅コーチ、自信が過信にならなければいいがという話をしていました。この後ライオンズは小野、スワローズは川崎が登板、共に1点ずつを失いましたが、まあ、結局2対1スワローズが逃げ切りました。関根さんは山部、次の登板が楽しみだと言っておりました。